アレッシオ・クラーニョは、イタリア・フィエーゾレ出身のサッカー選手。ポジションは GK。カリアリカルチョ所属。イタリア代表。2012年9月25日、モデナイフ戦でプロデビュー。2014年7月、セリエ A のカリアリカルチョに4年契約で移籍した。2016年夏、ベネベントカルチョに買取オプション付きの期限付き移籍を、した。 2018年9月1日、同月に行われる UEFA ネーションズリーグに試合のメンバーとしてイタリア代表に初招集された。2020年10月7日、スタディオアルテミオフランキで行われたモルドバとの親善試合でイタリアが後のゼロと勝ち越している中、67分からサルバトーレシリングに代わって出場し、代表デビューを果たした。試合はさらに、 イタリアが1点を追加し、デビュー戦を6から0の勝利で飾った。2021年5月17日、UEFA ユーロ二2020の正式メンバー発表前の最後のテストマッチであるサンマリノ戦及び事前合宿に向けた33名のメンバーに選出された。同月28日にサルデーニャアレーナで行われたサンマリノ戦では代表では初となる先発で出場し、 63分にアレックス・メレトと変わるまで3から0のリードを守り続けた。しかし30日に新たに発表された28名の暫定メンバーには GK としてはジャン・ルイジ・ドンナ・ナルンマ、サルバトーレ・シリング、アレックス・メレトの3名が選出され、そして6月2日に発表された本大会に参加する26名の正式メンバーにも上記の3名が選出され、 自身は落選となった。ありがとうございます。